どうも、クワ吉です。まあ、クワガタおじさんのクワ吉なんですけども、はい、ね、ちょっと先週ですかね、レギウスを真ん中の仕切りを外した状態で、ペアリングをさせようと思って、ちょっと置いてたんですよ。はい、やったらね、今日朝来たら、このレギウスがもうメイトガードしてる状態でいたんで、多分交尾済みやと思うんで、これで一回、産卵セットをね組んでいこうかなと思いますんで、はい、ちょっとね今さっきまでねいい感じでメイトガードしてたんですけど、今ちょっとちょっとね暴れちゃったんですね。ケースを持った時に逃げちゃって今離れた状態なんですけど、朝見た状態ではちゃんとメイトガードしてる状態でメスをちゃんと守ってたんですよ。はいはいはい、はい、でちょっと今僕が多分動かしちゃって怯えちゃったのか何なのか分かんないですけど、そこでちょっと逃げちゃうっていう状態になっちゃったんで、うん、まあ、ちょっとね、まあ、いけてるであろうって、多分いけてるであろうって思うんで、うん、ちょっとこれで産卵セットをね組んでいきたいなと思います。はいはい、ということでね、前回というか昨日ですね、昨日、一応ペアリングして、どこまでだったっけ、ペアリングして、で、分けたんですね、そうですね、ケースをね、メスがね、やられそうになってたので、うん、ケースを分けたっていうのが今の時点ですね、はい、そうですね、うん、で、今日は、常温に戻して、ランバージャックさんの禁止瓶にね、交尾したメスを入れていきたいと思います。うん、はい、じゃあね、入れていきましょう。はい、これって普通に穴開けたらいいんですか？そうですね、意味でいきますと、この、はい、これを渡しましょう。これで穴開けるっていうか、開け方があるまずこの禁止瓶の蓋を取らないとダメだと、はい、当たり前のことなんですけど、はい、取ってもらって、はい、はい、そんな感じですね。だからこの真ん中に先行していけるように穴を開けてあげるって感じですよ。ちょっとだけね、こんな感じ、その真ん中がグリーってくるって感じにして、グリグリとしてもらって、はい、ところで、はい、開けたところにしてもらって、まあ、そこの中にメスさんを突っ込んでいくって形になるんですよ。オークスさんのレギウスのメスさんを、かわいいかわいいメスちゃん、はい、今クローゼリーに夢中ですけど、でもう食べてるって形なので、はい、じゃあね、こうさせてあげる、かわいい子ちゃん、はい、めちゃくちゃ暴れてる、はい、このかわいいレギウスのメスをこの中に突っ込んでいくという形ですね、はい、じゃあ入れちゃいます。自分で入っていくのか、一回ちょっと試します。そうですね、こう一回ポンと置いたらどうなる、産卵場所ですね、産卵場所があるよっていうことなんで、これをやってしまったら、用意しているこのケースに横にして禁止瓶入れてあげる感じですね。まあ、もうこのまま入れちゃっていいですか？そうですね、こんな感じで、はい、で、このね、穴のところにメスさんを突っ込んでいくって形をしていくのが一番いいんですけどね。で、元気な、もうね、掘っていく子やったらもう中そこ突っ込んでいくみたいな感じになっていくんですけど、ちょっとこの、ね、あれなんで、僕がエスコートしてあげようかなと思います、はい、はい、じゃあ中にね突っ込んでいってあげてください。入ってけーっつって、入ってけーっ、そうですね、もうほっといたらあとは入っていくと思います。で、あとでね、掘っていく感じみたいになるんですよ。もういいですよ、もうここまでになってあとは入るんで、はい、感じで、これで OK といったところですね。で、これであとで掘ってって掘ってって、なんかここからもう中の禁止だとバーって出していくようになるんですよ。コバエだけ入らないしね、これをコバエ入らないようにこういった形で動するということですね。はい、はい、こんな感じですね。はい、そんな感じにやっていくっていうのが、まあ、禁止瓶を使った、まあ、瓦禁止ですよね、うん、産卵セットってところにはなってくる。やり方に関しましては、これタランドゥスもレギウスも同じです。はい、昨日なんかちょっと詳しい方とお話ししてて、うんうんうん、そこでね、いろいろやり方は聞いたんですけどね、うんうん、今ちょっと初実践をしていってるっていう感じですね、うんうん、そうですね、ってところになってくるんで、これに関しても私過去やっていた経験の中で、やっぱどうしてもやっぱコバエが入っちゃうってことを防がないといけないんですよ、うんうん、ってことでこのね、横に倒してってことをする中で、まあ入ってこないように密閉するケースってところの中で横に寝かしてあげて置いてあげるってところがまず一つなのかなってところです。これプラスアルファでご飯って形でプロゼリーをあげてください。
外に置いとけばいいんですか。そうそう、もう切ったやつを2つですね、ポンポンと置いといてあげたら、まあ、お腹すいたら外で食べるって感じですか。さっき食べてたでしょ。食べてましたね。でもね、中潜ったらもう外出てこないとかも結構あるんですよ。置いといてあげる。そうそうそう、形ですね。卵を産むのに夢中になるのかどうかっていうところの感じなのかなっていうところですね。一応ね、交尾してるっぽい、メイトガードしてるのはちょっと確認したので、多分交尾済みかなっていうのは思うんですけど。そうそうそう。で、あとはもう何ヶ月か、まあ、1ヶ月かぐらいですね、ちょっと待って、うん、である程度産んだなってところになってきてたらって感じですね、うん、なんかこの先行をちゃんとしてここからバーっとですね、うん、で禁止瓶の掘った跡みたいなのが出てくると、うん、もう中で産卵しに行く準備にはなるので、うんうん、ただそれをしても産まない子もいるんですよ。あ、そうですね、これだけ見てももう中に潜っちゃってる感じはするので、うんうん、もうね、河原菌糸ってところで、まあ、ランバージャックさんのオリジナルの、ね、河原菌糸瓶今回使わせてもらってるんですけど、うん、そんなにだから悪いものじゃなく、うん、まあ、常温に戻すってこともやってるので、うん、まあ、冷蔵した瞬間のやつだとなかなかね、寒さであったりとか含めてですね、うん、あるので、ただ禁止瓶に関してはただ劣化しちゃうんで、河原菌糸がほんま劣化が早いんですよ、うんうん、やっぱね、ちゃんと冷やしておいてあげる必要はあるのかなって僕は思ってるっていったところです。ただ僕もヘラクレスとかと比べると圧倒的にやっぱ歴というか、うん、数もそんなにやれてないので、はい、100% ってことを、まあ、やれてることではないんですけど、うん、ただタランドスもレギュスもどっちも自分でやって羽化まで行ってるって経緯はあるので、まあ、やり方としてはこのやり方が僕はいいのかなと思ってるんですよね、うんうん、はい、なんで冷死剤とか素地剤使ってやるのもまあ一つなんですけど、まあそれ第二ステップでいいのかなって感じです、うんうん、で一旦こいつで、まあ、卵を産むところまでやってくれたらいいかなって感じを思っているようなところですね、はい、であとはもう周りに卵を産んでて、そこからご飯食べて幼虫が外に見えてくる感じになってくるんですよ、うんうんうん、なってきたらもう合格というか正解って形ですね、はい、それやったらもう出してって、うん、別の、うん、小分けにしてまた違う禁止瓶に入れていくって感じですか。そうですね、形で1匹ずつちょっと出していってって形もあるんで、うん、過去私も、ね、動画でそれやってるんで見ていただいてもいいのかもしれないんですけど、タランドスですかね、はい、っていうのも一つですしってところはございます。なんでやっていくことでいくと、まあ、ここからちょっと待ちにはなってくるんで、餌が減ってきてたらって形にもなりまして、それかもう今日やったんですけど明日とかになってきてもう全く潜ってもなくて外に出てきてしまってて、うんうんうん、っていう形ばっかりになってるのはちゃんと交尾が成功しない可能性とか、はい、いうことも考えられるので、ちょっとそこはかなってところですね、うんうん、なんでもう少し待った方がいいとか、はい、いうところは試していくタイミングちょっとずらすってことはしてもいいのかもしれないってことにもなるんで、はい、ちょっとそこはもう共に様子を見るようなところなのかなって感じですね、うん、はい、初めてやってみてどうですか。なんか簡単は簡単っすね、うんうん、全然普通にあこれだけでいいのっていう感じはあるんで。そうですね、なんかやり方としては、うん、まあ材を使ってってことになってきたら材割りとかが結構大変なんですよ、うんうん、真夏とかで材割りするの結構死ねるんですけども、うん、汗だくなりながら過去やったものがあって、材割りというのは材を削ったりとかってことですか。ペンチとかで割ります。木を割ります。なので割り方も気をつけないで幼虫をなくしてしまうとかね、傷つけてしまったりとかもあるので、そうしないようにちょっと割っていって、その中にちょっと幼虫がいるんで、それを仕分けしていって、で後でもうそれいつも禁止瓶入れていくって作業なんですよ。なんで木でも育つのかもしれないですけど、まあ、それよりもやっぱ大きくして、ね、禁止瓶入れていくっていうのが加わった業界というか、なんかね、マットでもねいいんでしょうけどって、ね、大きくするにはやっぱ禁止に入れた方が大きくなると言ってましたよね。そうそうそうっていうところが多分あるので、それはやっていただくのがいいのかなっていうのは思ってる感じです、はい、でこの河原菌糸とかでいくと、ここの中でも幼虫がさっき食べてくれてたりとかするところまで行くんで、うん、結果としては楽なんですよね。そうですね、うん、ってところになってくるの である程度幼虫が大きくなってきたなって外からでも見受けるとこになってきたら分けるっていうぐらいでいいので、うんうんうん、まあ、初心者の方でも、まあ、レギウスとかタランドスに関しては、まあ、このやり方が確立するまではね結構大変だったと思うんですけども、これが確立してるんで楽だとは思います、うんうん、レギウスとかタランドスはマットでは厳しいってことですか。
マットには産まないんです。産まない。なんで霊視剤ってところに産ませるかしかなかったんですよね、うんうんうん、で代わりのブロックとかでも産むのかなって感じはするんですけど、まあ、意味といえば一緒なんで、ね、まあね、穴開けて入れてってところでもいけるのかなって感じなんですけど、うん、まあ、普通の平竹とか大平竹とか多分産まないはずなんで、うん、でババ黄金とか黄金2系も同じな生涯方もう全部禁止瓶の中に穴開けて、そこにメス突っ込んでいくって感じしています、はいはい、でこれでそこをメスがもう潜っていかないとかであれば、うん、やり方的にまあ成熟してないとか交尾しないってことは考えれるんですけど、一旦今のところ潜ってるんで、うん、やっまあ、交尾とか含めてはやってる可能性はあるんじゃないかなといったところは考えれるかなって感じです、はい、でこの削りかすバー出てくるじゃないですか、瓦ってゴムっぽいんで、はい、触ってみた後グニグニするのが結構時間経って固まってるのが見えてくるかなってところにはなります、うん、なんでメスとかも 1,2 ヶ月したら、まあ、外とかにいるとか含めてであれば取り出してもいいのかなって感じはするんですけど、うん、まあ、無限にもう割らなくてもいいのかなって感じはどっかします、うんうん、なんであんまご飯食べなくても結構中に来てたりとかするんですよ実は。まあ、そのゼリーをね外に交換してあげてってことをするのはいいんですけど、はい、このプロゼリーとか含めて結構やっぱ足早いというか、うん、保存料とか入ってないんで結構腐っちゃったりとかするんで、そうですねってことを含めて食べてなかったらそれはもう取ってあげて、うん、まあ、定期的に、まあ、置くだけはしてあげてもいいのかなって形です、うん、今でいくとまあ形上だけ、お、今ポトッと落ちたんですけど掘ってるんですよ多分。掘ってそうですね、なんか素直に全然潜っていきましたしね。そうそうそう、今ねちょっとこのカメラでやりながらやったんですけど、ポトって中から土がやっぱ出てきてるんで中から掘ってる感じはやっぱあるんじゃないかなというところですね、うん、はい、いいよ、やり方としては多分合ってるのかな。あとはもう時間を待つといったところにはなってくるんで、はい、っていうところですね、うん、そんなね様子取れてよかったってところですけど、そうですね、はい、じゃあね、うん、もう今日はこれでとりあえずは、うん、ですね、一旦このメイトガードしてるってところの状態から、はい、まあ、サウナセット組むまでってところ流れってところ、ね、まあ、初心者のね桑吉の方がやっていくところをやったんで、はい、本当に今からねこの夏とかぐらいから始める方も多いんじゃないかなと思うんですよ、うん、まあ、そういう方と一緒にね、うん、進んでいけたらなと思いますんでね、はい、ってところ含めてで、クワガタのこともこういった形でクワ吉がねお届けしていくことは今後やっていくと思いますんで、うん、そんなことね応援してくださるって方であればチャンネル登録もねお願いできればと思いますのでよろしくお願いいたします。またですね、いいねやったコメントもねいただければ私制作よくなりました励みになるのでとても嬉しいです。それではですね、引き続き動画の方をご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは